皆さんこんにちは、かよです。トリトンも終わって次何しようかなって思ってたんですけど、ふっと思い出したら私2001年の改造がまだ終わってなかったんですよね。はい、最後のこれラクーンの改造にまた戻りたいと思います。一旦分解しちゃったんですけど、もともとの形が結構なんかこのくちばしみたいなのとかがついてる部分とか、なんか他のこの背中のアイテムとか結構ごちゃごちゃ小物がついているんですよね。これがここにあったのか、こんなだったり後ろがこんなだったりというわけで、なんかちょっとこう力強い印象がありましたので、ちょっと力強いキャラにしようかなと思いまして、さっきのパーツからなんで力強いになるのかって聞かれると自分でも分かりませんとりあえずはなんかゴツめのキャラにしようかなっていうふうに思いましたので、パワー型な形で作り変えていこうと思いました。必殺技としてはパワー型なので、ちょっとこうパンチ、メガドンパンチみたいなのを繰り出せるような形にしたいので、この手を大きくしたいと思います。はい、これなんですけど、長谷川から出ているマシーネンクリーガー20分の1のアンモナイツの手なんですけど、なんかあのジャンクパーツとしてどっちも右手が1個ずつ余ってたんです。なぜそこで片っぽ左じゃないんだと思ったんですけど、ちょっとこのやっぱり全体的に丸みのある形なんで、違うあの何ですか、普通に市販で売っている交換パーツのロボットの手も考えたんですが、なんかこう丸っぽいから丸っぽいので代用できたらいいなと思って、
こっちを改造する方を選びました。で今イージーサンディングとベビーパウダーで全部こう固め直して、形成ちょっとこうなんとなく握り拳までいかない、なんとなくふわっとしたグーで止めてるので、一旦こうサフを拭いて、どこがこうおかしな形になってるかを一旦見て、そこから次に移りたいと思います。はい、そしてこういうものをゲットしてきました。じゃん、マンションモデラーに捧ぐペペオデコスプレー、イエーイ。これはですね、今私マンションに短期間の間住みますけれども、やっぱりシンナーの匂いはちょっと近隣の方に迷惑になるだろうと思いました。実際クレームが来たわけではないんですけれど、この間サフをベランダでちょっと拭いた時に、たまたまもうお隣さんいつもその時間にいないのに、たまたまお布団干しにベランダに出てこられたんですね。その時に声が、うわっみたいなのが、なんです、仕切り越しに向こうから聞こえてきたので、やっぱ臭いんだと思っていやそれは迷惑ですよね、シンナーですもんというわけでペベオデコスプレー、これは水性アクリルスプレーペイントなんです。でシンナーを使ってません。成分は水溶性アクリル樹脂、顔料エタノールになってます。乾燥時間は、表面乾燥は約15分、完全乾燥は12時間以上。高顔料濃度で匂いが少なく定着力に優れた水溶性アクリル樹脂を採用しています。不透明色、速乾性、用途は紙、石、キャンバス、金属、プラスチック、ガラス、コルク、これ何？焼成粘土とでもいうのかな？焼く粘土のこと。セラミック、石膏、石、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワーなど。とにかく何にでも使えます。なんかすごいの見つけちゃった。これはハンズで買ったんですけどね。はい。でも一応、非危険物、指定可燃物、火器厳禁。色も白と黒があったんですよね。ただグレーがなかったのが残念なんですけど、とりあえず今回は白を買ってきてみました。これもしっかり攪拌させないといけません。やっと中のなんかボール的なものが動き出してきました。じゃあ拭いてみたいと思います。大丈夫そう。あれ？ちょっと失敗いきなり失敗しましたね。ここに最初に降った時の何です、液だれみたいなのがついてて、それですごいダマになっちゃって、でも水性だから乾く前にさっと洗ってしまえば一応綺麗に取れました。なのでこの口の部分だけはいつも注意しておかなければいけません。雰囲気としては普通のジェッソを薄めたみたいな感じです。一応薄くつくんですけど、やっぱこのスプレーの勢いの噴射がすごいので、ちっちゃいの塗るのにはあんまり向いてないのかもしれませんね。ちょっと難しいです。練習が必要かも。というわけで大変ですね。マンションってやっぱりこうお隣の人に気を使うみんなどうしてますかなんかいいアドバイスがあれば教えてください。そして私も大発見をしたらレポートしたいと思います。はい、それでは皆さん今回はここまでで、続きもお楽しみに。バイバーイ。